まあ、ピロシさんありがとうございます。見て、冬というかもうさ、こんな寒かったっけって感じ。もう予定立てんと外に出ることはないだろうなと思った。一人でプラッとどっかに行くとかもうする気になれんそれぐらい寒い。まあでも今日以外というか明日からは毎日何かしらがあるから、まあお仕事があったらね、もう出たくなくても出なきゃいけないから、外にね待ってるんですけど、今日は家から一歩も出ませんでした。え、さ、寒がりではないんやけどね。でも、もう寒がりとか関係なく寒いもん今は。ならペでサラちゃんの TGC カード、あ、ね、それはどうやってもらえたんですかね、それ知らんけど。ね、毎日朝早い人は大変だなと昨日朝が早い時に思った。高校生の頃とかもう毎日朝早い時にうわーって思って寒いって思いながら学校行ってたのを思い出しましたね。っきり朝からお仕事と思っとったそう、今日はね、最近ね、結構、まあ、東京行った日休みやったとしてもさ、まあ出かけたりしてたので楽しいけさ起きとったけどさ、結構そう池田と配信した時もめっちゃ眠がっとったけど、楽しい瞬間忘れるけども、ホテル帰ってきたりしたらもうめっちゃ眠くて、結構普通にね早く寝たりしてたんですよ。あともうなんか昨日、まあ昨日も朝早かったっていうのもあって、なんやかんやあんまりそんなめっちゃ寝てるってわけじゃなかったので、そう最近の癖で 早起きをしたけど、体が早く起きたのは起きたけど、でも気づいたら寝てて、結構寝てましたね。ほぼすっぴんって。
正解。リップは塗りました。ちょっとリップ塗ってないとね、あの顔の色がないからさ。今週はね、クリスマスコンサートもありますのでね。そう、朝早くて、うわ、めっちゃ眠いと思って、暗いし眠いし、はもう今日ダメかもしれんって思っとったら、思っとってもう数時間経ったら元気になってるんですよね。朝あるある。ご飯は食べたよ、さすがに。でも家から出たくなくて、もうウーバーしよっかなーって思ったけど、そう、ケンタッキーをね食べたくて、やっぱ冬ってケンタッキーを食べたくなるじゃないですか、あのチキンも。そうだけど、うわー食べたーいと思って、ケンタッキーもうウーバーしよっかなと思って悩んどって、どれを食べるかで、やっと決まってこれにしようと思ってカート入れた瞬間、なんかもう終了しましたみたいな出て、はぁーと思って、でももう口はチキンの気分だったからどうしようかと思って、いろいろ結構悩んだんですけど、結局食べませんでした。ケンタッキーがね、もう閉まっちゃったから、家にあるもの食べた。結局それで満足できたけん、まあ変にウーバーしなくて、結果的には良かった。ウーバー未だに頼んだことない。でもさ、実家におった頃とかは一回も使ったことないよ、そんなウーバーとかは。一人暮らし、になってからですね。というかコロナ禍になってから、コロナ禍になった時に初めて使ったもん、ウーバー。チキン、でもクリスマスにお話し会があるので、いつも毎年ね、クリスマスのお話し会の時はケンタッキーが来るっていうのが、お弁当がケンタッキーになるっていうのが恒例なので、今週末食べれるかもしれん。カエルサンタさん、クマセリアさん、プレゼントボックス、ユサアナコさん、スノさん、カズマさん、バラトシヤさん、サヤマッチャさん、カズマさん、なんかいろいろ、ユちゃん、ユタカさん、クマ、カエルサンタさん、めっちゃ可愛い、ありがとうございます。そう、楽しみなんですよ。そう、でもね、クリスマスの時に来るケンタッキーのチキンって、なんかいつものチキンじゃないんですよ。なんかあのちょっと甘い感じのタレがかった
何チキンっていうやろ、ああいうね、もういつものオリジナルチキンみたいな、ああいうチキンじゃなくて、お話し会の時に来るクリスマスチキンはなんか違うんですよね、いつも。争奪戦にはならんちゃんと人数分あるので、もはやそれプラスぐらいあるから。唇がテカテカしてていいねって、保湿してるんでね。いや、チキン三昧の弁当っていうか、もうチキンだけ、もうそのチキンが来るんですよ。去年はインストアライブの時とかにも来た、来て食べた記憶がある。1年前が懐かしいね。1年前の今日はお話し会かもしれん。この写真がその日中やったら、これが出てきた。そう、照り焼きみたいなやつ、なんかちょっと甘めのさやつ。そう、インスタライブで食べたチキン。あ、これだ。このチキン。懐かしいや。1年前はお話し会かな、多分。あ、そういうことか。去年はちょうどクリスマス当日はインスタライブで、その前日はクリスマスコンで、23日はチャートリーのクリスマスコンだったので、お話し会はクリスマスじゃなかった。ちょっと一足早めにやっとったんだ。2日連続とかあった気がする。去年めっちゃサンタ聞いた記憶ある。インスタライブ自転車で行って寒かった記憶ってそれは寒い、絶対に寒い。でもインスタライブあんまそんな寒かった記憶ない。なんか寒かったけど、こっち側はさ踊っとるけん、そう別になんか行けた記憶ある。 STU、 カメコ STU 初期の頃ですね。クリスマスコンサートから始まり、初期の頃。そう、岡山でチャートリのクリスマスコン、岡山で16人のチャートリじゃない、間違った、16人のクリスマスコンで、その次インストアライブからの夜、なんか STU チャンネルをやったんですよね。沖さんとの企画と、なんか親2期生何人かで、そう、やったんですよ。
ね、懐かしい。そうよね、朝からいっぱい並んどってさ、人がめっちゃいっぱい並んどった記憶あるもん。カメコのとことか結構ね、ありがたいと思った。大好きな人、大好きな人の衣装のクリスマス仕様可愛かったって。あ、そう、チャートリで大好きな人のマフラー、大好きな人の衣装にマフラーつけてやったんですよ。でもあれめっちゃ踊りにくかった。マフラーをつけて踊るのはこんなにも邪魔なのかって初めて知ったぐらい邪魔だった。なんかジャンプしたりしたらこう一緒にそうマフラーが来るし、しかも見た目は可愛いけどさ、踊っとる時にマフラーはめっちゃ邪魔で、可愛いけどめっちゃ邪魔だねっていう話になったのを思い出した。今あざといポーズさせられた、サラさせられたっけ、全然覚えてないや。あ、そう、奥さんがカメラ買った時、そう、めっちゃ邪魔だった。やっぱ暑いしさ、こうなるからマフラーをつけて踊るっていうのはこうなるので、バラードの曲とかでこう立っとくだけとかならいいかもしれんけど、結構12月のカンガルーとか結構ガッツリ踊ったけんさ、そう邪魔だったこと。でも可愛かったよね、見た目は。たーさん、おいでます元気さん、バラありがとうございます。あったかいお茶作ってもさ、ちょっと置いとったらさすぐ冷えるんよね、もう冬冬だぜ。1年前の12月は忙しかったんですよね、確か。レッスン場にずっとおったんよ、なんかもう住んどるんじゃないかってぐらいレッスン場におった記憶があって、1年前の12月を振り返ります。12月1日はまあとあるお仕事がありました。2日はお休みでした。3日は3時間レッスンがありました。4日は収録、これ何の収録なんやろ。覚えてないな。何の何の収録やろ、全然覚えてない。さあ、大体こういうの覚えてるんですけど、なんやろ。でも写真も撮ってない。あ、あ、なんだっけこれ。あー、あれだ。違う、あれだ。2期生の昇格コンサートの DVD のあの副音声を収録したい。そうだ。これオチの誕生日、12月4日って。で、そうだ、その収録を田中美穂とオチと3人でやって、で、その後にオチとご飯に行ったんだ。確か誕生日やった気がする。誕生日よねって言って、ご飯何食べるんって聞いて行った記憶がある気がする。多分そうだ。で、その次の日は
日曜日休みでソラハさんと初めて2人で出かけたんですよ。そう、初めての2人旅をした、ソラハさんと。そう、11月にアリちゃんと池田と4人で山賊に出かけて、で、いつかその11年前ソラハさんのドアップ写真がある。そうだ、ソラハさんとカフェに行った。そうだわ、このカフェめっちゃ好きなんよね。この時初めてだけど、このカフェ黒フルカフェに行って、そう、初めてね、二人で出かけて、で、なんか初めてまともにラーメン食べた気がする。さ、ソラさんと遊びに行ったら絶対ね、食べ物の写真をサラが撮っとったらね、乱入してくるんですよ。ほら乱入してくる、いつも。そうだ、なんかここ期間限定って書いてあって、そう、期間限定って書いてあったけ行ったのに、全然期間限定じゃなくて今もあるんですよっていう話をこの前ソラハさんともした。なんか期間限定って言ったけ行ったのに全然ずっとあるよねって、その期間限定の期間は5年ぐらいなんじゃないって話を最近した。そう、食べたや、2人でカフェ行った。で、その後にドリミネーションに行ったんですよ、2人で。ドリミネーション、よそらさんはこうやってふとした写真を撮ってくれます。ですね。で、その次の日は、朝の7時から夜の9時までレッスンしとる。そう、こういう日が続いたんですよ。そうだ。で、その合間にどっか行きたいって思って、ずっと気になっとったあのホテルの下のレストランのとこに行ったんですよ、アリちゃんと。この写真結構覚えてないですか、皆さん。この写真、そう、チャートリコンと、いや、わからん、何のレッスンしとったんか覚えてないけど、でも多分チカッパとかなんかいろいろレッスンが重なって、そう、めっちゃいたんですよ。福岡のイルミのおすすめポイントってある、ポイント、おすすめスポット、博多駅前が一番綺麗なじゃないですか。で、その次の日はレッスン3時間やって、その後にセトラブでサイカリンとスノードーム作ったやつをやりました。スノードーム作った、セトラブの毎週やっとった企画、懐かしい。っていう、その忙しい日々の合間の貴重な休み、その次の日はユニバに行ったんですよ。元気をね、セトラブ終わった後に池田とシミサラがサーの家に来て、そうで、ユニバ行って、大阪で南ユリナと合流して、4人でユニバに行きました。ユニバ、日帰りユニバに行きましたね。これですよ、懐かしの池田撮影です。悲しいね。悲しいクマのあれをやっとったやつ。これやばいよ、池田のね、笑い方がやばいやつ。
この時から池田はもううざキャラですよ、サラの中で。笑い方、サラちゃん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 。そう、懐かしい。ユニバに行ったんですよ。で、その次の日も6時間ぐらいレッスンやっとる。え？嘘でしょ。さ、その次の日7時からレッスンしとるんやけど。元気すぎる。ユニバ行った次の日の朝は7時からレッスンしとるわ。でもこの日ぐらいしか行ける日なくて、予定会う日がなくて行ったんだ。そうだ、懐かしい。でその次の日はあの撮影、生写真の撮影とかがあって、この猿とかあのバレンタイン衣装のやつとかをね、全体撮影、写真、生写真とかグッズの撮影をした。さあ、この動画好き。やっはー、プリ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 かわいいひよこ。これは、そう。で、その撮影が終わった後、撮影が終わって、アリちゃんと、このカフェ行って、そう、アリちゃんとカフェに行って、あ、これだ、この時だ。撮影が終わって、カフェ行って、で、その後、5、6時間レッスンしてるんですよ。めっちゃ元気じゃない？この時、元気っていうか、めっちゃ動いとるわ。そうだ、その次の日は休みだったはず。何も写真ない。多分もう寝てたんでしょうね。寝てたんだと思う。記憶にないけど。そうで、その次の日は福岡に行ったんですよ。チカッパ、チカッパ、チカッパ祭、チカッパ祭りか、チカッパ祭りで福岡に行って、そう、いっぱい福岡麺と、福岡麺のやつ、そう行って、この時にノイミーさん、学園行きたいですって言って、そう、ご挨拶させていただきました。ノイ、ノットイコールミーさん、推しと同じ画角。そう、で、そう、帰りオッチとサラ2人だけ残って、あのノイミーさんとかのステージを見たんですよ。そう、見て、で、その後ご飯連れてってもらって、福岡の、福岡に住んどったけど行ったことなかった明太重のお店に行って、明太重を、おちも行ったことなかった、初めて食べた。初めて食べました。まあね、やっぱ結構福岡有名やけんこそ、有名というか、あの有名、そう、他県の人からしたら有名かもしれんけど、住んどったらそうでもないみたいなのって多分あると思うんですよ。それでした。
それでしたね。でもうその時ちょうど福岡イルミネーションの時期で、お家とで、その次の日はまたレッスンですね。9時レッスンだ。12時間レッスンで、この時ぐらいからその間の時間にアリちゃんと麻婆豆腐を食べに行くっていうのが流行って、これ食べとる。去年の12月の写真見たら、この麻婆豆腐の写真がいっぱいあるんですよ。麻婆豆腐をめちゃめちゃ食べていた時期で、その次の日はあれだ、またセトラブをやってます。鑑賞会多分めっちゃやっとった。週に1回ぐらいセトラブの企画やってたんでね。でその次の日はあれだ、あの七並べのお話し会みたいなやつがあって、それをやってます。めっちゃオチと合っとるわ。そう、でその次の日はまあお仕事があって、でまたその次の日は8時9時レッスンしとる。思ったよりレッスンしてますね。だからほら、またその日もよく飽きになってくらい同じ麻婆豆腐と餃子、これ同じ写真じゃないですからね、を食べてます。でその次の日とその次の日は2日間連続でお話し会があったんだ。さっき見したやつだ、このサンタの日、サンタの2日間連続サンタのお話し会だった日ですね。でまたその次の日は、え10時間弱レッスンして、でレッスンの後にあのセトラブのヤンマガかなんかのあのー、裏表紙のじゃんけん大会みたいなやつ、よくみんな覚えとるね、グーパンしとるやつ、ヤングガンガンかのやつをのじゃんけん大会があった日ですね。この日はなんか定食を食べてますね。美味しそうな定食をこの日は食べています。定食、そうで2位か3位、3位3位かなんかになって裏表紙写った日ですね。でその次の日もレッスンがあって6時間ぐらいで、夕方までレッスンがあって、夜みなみと弥生とご飯に行ったんだ。韓国料理食べた、これ食べた。やっぱ写真撮っておくのはこう見ると大事ですよ皆さん。思い返した時に、まあさ、無駄な写真は消すけど、こういうなんていうの、最低限の写真は撮ってるので。自撮りとかは、あの一人で撮った自撮りとかはメールに送ったりしたら割と消すこと多いよ結構多いけど、誰かと撮った写真とかご飯の写真とかは撮ってます。チラッ、そうそう。でその次の日もめっちゃレッスンしてます。10時間ぐらい、もうこの日、うん、あそうだ、でそしたらその次の日はもう岡山のあれなんよ、クリスマスコンサートに行ったんですよ。チャートリのクリスマスコンサート、
これ噂のマフラー。そう覚えてますよ、ね、ちゃんと覚えてる。噂のマフラーです。サイドポニーしとる。サイドポニーなんかある時からせんくなったよね。気が向いたらしいよ。チャートリー公園懐かしい、懐かしい。で次の日が16人のやつ。これあれだ、懐かしのユニット。さあこの4人、この4人めっちゃ好き。なんかバランス良くないですか。ユニットがこの4人だったんですよ。こういう多分どこにでもどこにも使ってなさそうなやつ。千穂さんの これ隅から見てました。隙間からこうやって見てましたよ。こうやって結構ファンの人のあれも見えとった。あ、みんなペンライト振ってると思いながら見とったの覚えてる。地方コン、ソロコン。さ、多分この時、この時ぐらいから矢野さんと仲良くなったんですよ多分。懐かしい、この制服懐かしい。懐かしのこの制服。あ、チャートリのいい写真見つけた。カンガルー。で、その次の日が広島に戻ってきてインスタライブでしたね。インスタライブの写真もいっぱいあるや。いっぱいいっぱいいっぱい。からの STU チャンネルのやつをやったんですよ。そしたらその次の日サイン会やっとる。その次にサイン会をしています。懐かしいね、サイン会とか。でサイン会の帰りに初雪が降っとって写真撮った。そう、雪が降ってたんですよ、初雪。でその次の日は僕隊だ、僕隊2公演やったんですよ。1公演か、いや忘れたけど、僕隊をやって、でも多分それが仕事納めやった気がする。去年忙しかったけど、その分仕事納めが去年は早かったんですよね。っていう12月を去年は過ごしておりました。どれだっけ、っていう12
12月でございました。そう、その後はもう多分福岡すぐ帰って、福岡で年末を去年は過ごしたんだと思う。写真に残しておくと分かりますね。クレープ食べとる。うわ、正月料理とか見たらなんかうわーってなるね。でももうすぐだ、去年のお正月料理。多分メールには送ったけど、でも1月2月も割と忙しい日々を過ごしとる。いや、こう見たら。そう、新年僕恋に出たりとかさ、僕対僕恋やって、多分この頃ショールームの長寿代か、長寿代のショールーム期間やったりして、そう、年始も割とね忙しかった記憶あるよ。さ、人との写真撮ってなくてもね、なんか思い出すんよ。ご飯の写真を見たら、あ、これ誰と行ったやつだってなる。今年もいっぱい写真撮っとこう。でも来年さ、今年の冬のさ写真見たらさ、めっちゃクリスマスマーケット行っとるってなる。東京にめっちゃおるやんってなる。カレンダーとかに残しておくのは大事ですね。いちご大福配信がまた見たいです。今年はそんな余裕のあるあれではないかもしれないな。分からんけど、イベント期間中はサラピたくさん見れて幸せでしたね。はい、次です。みんな残しておいた方がいいよ。1月はそう、桃鉄ツアーとかがあったんかな。そう、そうですね。チャートリーズコンサートとかしたい。なんか公演もいいけど、チャートリーズ全員出てコンサートとか。そうだよ、みんな遠征とかフェスとか行ったりしたら、そのフェスの会場の写真とか撮っといた方がいいよ、行った記念に。忙しいのはいいことですね、本当に。さあ、もう写真を撮る習慣しかない。もうカフェとか行ったら食べるまでの時間やばいよ。もう一回なんかそういうのなんか密着していただきたいぐらい。もう密着されたら多分みんながもうびっくりすると思う。こんなにも早く食べろよって思われるだろうなっていつも思う。
友達と行ったら、まあ、割と食べるまで早いんですけど、友達と行ったらカフェのメニュー料理来ました。カフェの写真、あの物撮りね、もう物だけを撮る、まずストーリー用にパシャって撮って、そしたら友達にその食べ物と一緒にこうやって撮ってもらえます。でもう食べるけど、メンバーとかと言ったら物を撮ります、撮ってもらえます、撮ります、そのメンバーお互いのさ、お互いの撮りますを結構な下りでやるけん、そう長いんですよ。測ったことないけど、そうそう、めっちゃ撮るからね。めっちゃ撮らないとさ、めっちゃ撮ったうちの数枚が、数枚を SNS に出しているので、ご飯の写真の時とかは別にいいんやけど、カフェはちょっとちゃんとこだわりたいんですよ。サラは イヤホンするの忘れとったよ。まだ音流れとるんか。あ、もうみんなが言ってこんけん忘れとったや。普通に忘れておりましたね。そうやけ、夏とかはもう本当に終わりないよ。もうアイスとかと写真撮ろうと思ってももう秒で溶けるけん、時間をかけるにもかけれんとかよくある。夏はね、冬はまあまあ大丈夫やけど。何よく食べに行くのって、カフェ。最近の写真、あ、ちょっと整理できたよ。ちょっと整理できたけん今日メールで、まずはあのミッドタウンに行った最初の東京初日、初日ではないけどの日からのやつメールで一旦送ったけど、ちょっと整理できました。まだ昨日のとこまでは行ってないけど、東京分はちょっと整理できたかも。横浜からはまだちょっと整理できてないけど、メンバーの真似をする友達のカメラマンをするときはまあまあ時間かかります。確かにメンバーと同じ構図で撮るために。慣れた？そうよね、もうずっと見とる人は慣れとる。今日は写真が、写真というかいろいろツイートしたいものとか、インスタに載せたいものとか、ストーリーに載せたいものとか、またしてブログに載せたいものとかもとか、あと最近載せれてないけどあれにもなんだっけ、もう名前さえ出てこない、スペサポにも載せたいものとか結構ね溜まってます。カフェも行き過ぎてもう追いついてないけど、でもインスタあるけんさ、前セトラブやっとった頃はインスタがなかったけん、もうインスタの感覚でセトラブにゼリしとったけど、もう今はインスタがあるけんね、ちょっと落ち着いている。いや、載せる気はあるんよ。ただ写真とかがもう整理が追いつかず載せれてないんですよね。ブログも、ブログも気づいたら11月、まあ忙しかったっていうのもあるけど、気づいたら載せれてなくて。なので。そう、今日はとりあえず写真の整理が追いついた。東京に行った時の写真の整理は追いついたって感じ。出したい気持ちはあるんですけどね。
ツイートとかはさ、もう写真ポンポンって載せて、文章ポン、ポンって載せれるけど、最近一番手軽に載せれるけど、インスタはもうハッシュタグとかなんかいろいろやっとったらまあまあ載せれるんですよ。でも、セトラブじゃないや、スペサポとかブログ、ブログは結構大変なんですよ。毎日出しとるソラハさんとか本当にすごいなと思う。ブログはさ、結構文章を書いて、ここにその写真を入れてほしいっていうやつ書いて、で、マネージャーさんに、その文章と写真を送って、載せてもらうっていう、あれがあるから。写真とかがいっぱいありすぎたら、ちょっと大変。でも写真を載せるためにあるようなもんだから、ブログは。載せたいんですけど。いや、サラがね、ちょっとき、あの、なん、なんていうの。そういうとこ完璧主義っていうのがあるけん。載せるとしたら、いい写真を、いい写真とともにちゃんと載せたいけんさ。パパッとなんかポンって載せるっていうのが嫌で。だって一ブログってやめても残るんですよ。卒業しても残るじゃないですか、ブログは。消えないじゃないですか。ずっと載っとるけんさ。ちゃんと載せたい。やめても残っとると思うよ。さ、トロブさんのやつとか、もう、全あさりしたもん。全部あさったもん。スペサポは、まあ、自分でやってるので、セトラブの時と一緒で、写真をここに入れて、動画も入れて、みたいな。それもちょっと難しい。そう、自分でやらない、ま、もう完全に自分でやってるので、ちょっと、大変。っていうので、ツイッターはよく載せる。インスタも最近は毎日できれば載せたい。今日はあえて載せなかったんですけど。毎日載せたい。まあ、ブログを月に1、2回載せたい。みたいな、そういう感じでやってたんですけど。最近は追いついてない。あ、多分そうだね。卒業するってなったら、SNS のアカウント残さない派だと思う。ブログあんま見んからって、見てよ。書いたときは見てよ。みんなが見ないなら載せる意味ないからね。感謝しかありませんって。どうも。毎日いつも綺麗な写真ありがとうって。どうも。そうやけんね。あんまりなんか、オフでもちゃんと撮った写真とかじゃないとあんま送らん気がする。まあでも見たいんかなと思ってたまに本当に家で撮った写真とか、メールでは送ったりするけど。最近なんか、なんて言うの、家で撮った写真みたいなやつを、さ、ツイッターとかインスタとかに載せることないんですよ。本当に。メールは、まあ、メールだから送る。あと、メールの写真は SNS ダメだから。みんなも使えないから。メールでは送るけど。だからこそ、メールだからいいやと思って送った写真を、ツイッターとかに載せられちゃうとちょっとムってなるんですよ。最近ちょっとメールでも言ったけど。いちいちこだわりがあるから怒るんですよ。こだわりなかったら別に何されても怒らんけど、こだわりがあるからこそちょっと多いってなるんですよ。インスタすごいなって思う。あ、本当ですか？インスタ女王になりたい。そう、なんか、なんて言うんやろ。ガチガチのオフ写真みたいな。
やつは基本使わない。それはなんか残るからっていう問題じゃなくて、普通にあんま載せないんですよ。私が今まで好きになった推しメン、渡辺麻友さんを筆頭に、小栗有以さんなどを筆頭に、あまりプライベートを見せすぎないメンバーおさらば好きになることが多かったから、多分、自分の中のアイドル像がそっちになってるんだと思います。とか言って、すっぴんで配信してるんでね。すっぴんで配信するのは本当はあんま良くないなっては思ってはいるんですよ。思ってはいるんですけど、やらないよりかは やらないよりかは、まあ、すっぴんでも配信した方がいいかなと思って、してるんですけど。でもすっぴん好きっていう人もいるし、まあそういう人もいるからいっかって思ってます。マイキさん、あさかさん、おいでます元気さん、タコ、ミミさん、ライディンさん、ありがとうございます。プライベート見せすぎたら憧れ感がなくなる。いや、なんかそういうわけじゃなくて、別になんか、なんやろ、みんなに憧れられたいっていうのはないので、別に。わかりますか？ おじさまたちに憧れられたいっていう気持ちはないけん。そういうわけではないんやけど、なんやろ。多分ちょっと昭和的なアイドル考えがある。平成というか。直接お話の時よりいいよって。どういうこと？ リアル話し会の時よりすっぴんの方がいいって。どういうことや？さらは、そうなんや。なんかでも自分でも矛盾しとるなって思う時ある。なんか憧れてるんやけどって。あ、それはありがとうございますね。あのね、なんやろ。本当はそういう、もう、完全なプライベート人間でいたいんですけど、昨日みたいな、なんか昨日みたいな、クルージングのイベントみたいな、なんか距離が、スペイベとかもそうなんですけど、距離が近いイベントになればなるほど、素が出てしまう 素が出すぎてしまうんです。出すぎてしまうなーって自分では思う。なんか作れんのよね、変に。アイドルモードっていうものになれないんですよ。で、今もアイドルモードになったら、もうこうですよ。もうまずメイクして。もうこうして、背筋良くして。コメントも。気持ちは25歳です。あ、そうなんですね。いいと思います。ふ ふみたいな。にもやろうと思えばできるんですけど、それができないんですよね。なんか、素になるっていうか、メンバー通るときのテンションになってしまう。ちょっと口も悪くなるし、なんて言うんだろうな。昨日はもう、普通に、もう自分のファンの人っていうことを忘れるんよね、なんか。なんて言うんだろう。親戚のおじさん っていうのも失礼やけど、なんかそういう人に、なんていうのかな。自分がさ、アイドルを見に行きよったときは、すごいなんか、本当に尊い、可愛い、もう、遠い、みたいな、って思っとったけん、そう思ってくれとる人もおるっていうふうに、そういうファン側の気持ちもわかるはずなのに、素を出しすぎて、なんか、えってなられるんじゃないかってぐらいの、なんていうのかな。なんか 普通に。昨日も自分で思ったのは、なんか、その声出しちゃダメですよ、みたいな言われてる状況の時に、
声を出してる人とかがいたら、なんか、おい、喋るなとか言ってしまうんですよ、ザラは。だけど、それも、なんか、普通のアイ、なんか、自分が見とった、自分がファン側で考えたら、そんなこと言っとるアイドル見たことない。けんさ、ダメだなって思うんですよ。自分、ダメだなって思うけど、ついもう素が出すぎて、言ってしまうんですよ。おい、喋るなとか言って、自分の後に、やばい、言ってしまった。メンバーとかに関、なんかメンバーとかに対する対応と同じぐらいの対応をしてしまうんですよ。だから矛盾してるんですよ。そういうなんか尊いアイドル像の、アイドルっていう存在でいたいっていう気持ちが初期からあるにもかかわらず、なんか、塩対応って言われたり、怖いって言われたり、素になりすぎたり、ちょっと多少、なりたかったアイドル像とはちょっと違うみたいなところはあるんですよ。でも SNS はちょっとちゃんとアイドルだと思いません？だからもうき、あれです。遠く見えて、遠い存在に見えて、関わってみたら近いんだよっていう人間なんですよ。ということを気づいていただきたい。みんなに。見送り喋っていい？なってないよ。多分勝手に喋ってるメンバーがおるだけで。喋 ってダメ。昨日のイベントはちょっとまた別ですけど。普段の公演のお見送りとかはダメですよ、一応。そうやけん、さらは全国握手会とかがあった方が良かったタイプなのかもしれないなって思いました。昨日も自分のファンじゃない、初めましての人に、すごい言われたので、怖いと思ってました。なんか、おじさんに怖いと思ってましたって言われる感覚、なんか不思議やなって思ったけど。なんかね、年下の子とかに怖いって言われるならわかるけど、大の大人に怖いと思ってましたって、ましてや、オタがアイドルに思うって、なんかそう思わせてるのは自分なんですけど。わ かる。そう。だから、まあ、善悪とか、そういうのがあったら、そうじゃないんだって気づかれたんだろうなと思うんですけど。そう、だからもうみんながみんなに言うしかないよ。オタクがオタクに言う、それが一番大事なんです、きっと。よろしくね。みんなよろしく。みんなにかかってるかもしれません、そこに関しては。来てくれてからは、こっちが頑張りますけど、頑張るというか、こっちが証明しますけど、来てもらうまでには、サラが来てねって言っても、多分もう行こうとしない人は多いから、みんなが。言ってくれないとダメです。怖いのが好きな人もいる。でも、サラそういう人おらんと思っとるよね、あんまりここには。なんか言われるよ、結構メンバーとかに。サラピのファンの人は、なんか、ちょっと M 気質というか、そういうなんか怒られるのが好きみたいな人が多そうって言われるけど、別にそうでもないなと思ってるんですよね。サラはそういうなんか怒られたいみたいな、結構本気で怒られたいみたいなタイプの人のことを苦手なので、そう思ってるんだろうなって人にはもう言わないから、何も言わないので。いないと思う。いないと思ってると思ってる。そう言われたら行きたくなってきましたって。
そんなずっといつもショールーム見てても来てない人ってやっぱいるんだろうなと思った。昨日も言われたけんさ、ショールームはひっそり見てます。ひっそり見てるってことは多分コメントもせずにひっそり見てるってことだから。っていう人意外といるんだろうなと思って。怖いと思ってない？そうだよね。怒られてもいいって。怒られてもいいって。別に多分本気で怒っ、あ、怒らないかな。だから見送りとお出迎えで見下されて最高でした。それ来てない人からしたらさ、私しかもサラのルームで言ったらさ、本当にサラが見下したみたいや。違うからね。船のね、船の上からお見送りとお出迎えをしたのでね、物理的に見下してたんですよ。見下してたってか見下ろしてたんですよ。物理的に。勘違いされるでしょうが。褒められて伸びるタイプって。サラもそうですね。怖いより楽しさが勝ってる。のわりに来てなくないですか？こういうのを怖いって言われるんか。9枚目では絶対行くよって。はい、待ってます。そう、本当。次にって思わずに来てください、本当に。次があるかなって分かんないんですからね。中野さん、ありがとうございます。気づいた45分だ。そう、言葉より行動です。そうですよ、本当に。みんなも思うでしょ？推しがメール送りますって言って送ってこんかったらっていうのが続いたら、送るから送るからっていうので送らんっていう日々が続いたら、ちょっと送ってないじゃんと思うでしょ？それと一緒ですよ。会いに行きます、会いに行きますって言ってこなかったら、いつも来ないじゃん。思うからさ。意外とバレてるんですよ。行く詐欺の人は。行く詐欺は結構バレてますからね。おやすみなさい。何も言わずに行く。それでいいけどね、全然。そんな、12時までする予定なかったんやけど、意外と喋ってましたね。でも、あともう10分以上喋ることはもうないかもしれん。もう喋り終えた。もう喋ることないかも。50分になったらランキング読むかな。何時から始めたっけ？ちょっとわからんけど。50分になったらランキング読みまーす。1時間以上しとったか。
キちゃんといる時のサラピ好きです。そう、それ結構、昨日のお話し会でも言われて、言われたけど、イキちゃんといるときがっていうより、あれが普通なんですよ。あれが普通なんですっていうのを、いつも結構ずっと押してくれている人は多分わかってるけど、まだまだ分かっていない人の方が多いんですけどね。あっちの方が普通なんですよ。ただあそこまで、さらにしつこく何かをやってくるメンバーも珍しいですけどね。珍しいですけどね。そこまでの感じは、いないから。STU 入ってなかったら年下の子と絡むみたいなこともなかったので、可愛いって思うことが、思う人いなかったんだよね、今まで。なんていうの、その顔が可愛いとか、そういう、顔が可愛いねっていう可愛いは、まあ、アイドルオタクをやってたから、いくらでもあるけど、なんていうの、雰囲気というか、存在とか、が可愛いと思うのは、なかなかない。でも、千穂さんはもっとやっぱ二人で出かけたいって思った。二人でおるときの方が、千穂さんもなんか、しやすい。プライベートで、おるときの、千穂さんの方が。お仕事のときに一緒にいる、二人でおる千穂さんも違う。なんかそれと二人きり、もう完全に二人で出かけてる時のジョーさんって違うけんさ。なんかもうおっしゃ、そういう概念がもう全くなるぐらい二人でプライベートを共にして思います。ってこの前思った。そう、可愛い後輩みたいなことを感じることが今までなかったんですけど。そう。まあ、いや、後輩じゃないけどね。そもそも、ありちゃんは年下だけど、後輩ではないけど。池田も別に後輩ではないけど。そう、でも多分、サラは池田とかぐらい、なんか、なんてやろ。こっち拒否ってもガツガツ来るぐらいの子の方が仲良くなれるんですよね。っていうのを分かった上で池田は来るから。全然後輩じゃないけど。友達っぽい、ジオさんは。同い年っていうのもあるけどね。面白い？リオツのアラウル？
どういうこと？そう、千代さんは二人の方が喋るし、なんか二人でおるときの方が、千代さんの素を見れる。池田みたいなオタク。あれはちょっとさ、ダメですよ。それは嫌いになる。池田はメンバーだからいいのであって。池田みたいなことをしてくるファンの人がおったらもうそ嫌いよ。そりゃそうよ。メンバーやけいいだけでそんな嫌なこった。何？あんななんかもう何をさらかどんなに嫌がっても押し付けてくるファンがいたら、あれはファンだったらもう嫌い。メンバーだからいいんですよ。まあ当たり前だから、当たり前でしょうが。本当だ。岡村りおちゃん、ありがとう。翔 ちゃん、やきもち焼き？そう？そんなことない気がするけど。てか、今朝55分になっちゃった。もういいや。57ぐらいになったら、ランキング見まーす。そうだよ。そうだよ、こんな12時前に。何歳？ 何歳だ？そうだよ。みんながね、なんか、メンバーの年齢ってわからんのよね、意外と。池田も高校生かと思っとったら高校生なかったし。池田は高2ぐらいに、ね、ありちゃんはもうずっと高3、高1ぐらいと思っとったらもう高3でしょ。研究生4人、結構年齢バラバラ？多分。誰が何歳かあんま分かってない。14歳って、中 3？ 中 2？ 中 3？ って聞いたらやばいよね。自分が中2の頃を思い出すもん。まあさ、もうそんな中学生の頃も、すでにオタ活をやってましたけどね。若いね。サラビにも中学生の頃があったのかって、あるだろ。あるだろ。小学生もあるわ。なんならもう、ちっちゃい赤ん坊、毛が生えてないぐらいの赤ん坊な時もあるわ。やばい、58分も。ランキングを読もう。
48位、まるともちゃん。24位、くんさん。13位、くるしろさん。12位、ピルス。11位、たーくん。10位、あさかさん。9位、ともゆきさん。8位、おいでますげんきさん。7位、ライディーンさん。6位、かずまさん。5位、としやさん。4位、みちさん。3位、ゆうちゃん。2位、ゆたかさん。1位、赤ヘルサンタさん。ありがとうございました。それでは、終わりたいと思います。気づいたら、この時間になっていました。おやすみなさい。四つもおやすみ。では、ありがとうございました。あ、そう、明日ならないとのやつある。バイバーイ。20時半から。